でステップ2を見てみましょう。ステップ2はセットアップ、設定です。今すぐアラームをセットしてください。そうするとあなたが理想とする時間帯に明日起きることができます。目覚ましで起きるのは難しい人もいらっしゃるでしょう。もしあなたが本当にめちゃくちゃな睡眠習慣を持っているのであれば、しかし頑張ってください。お約束します。きついのは最初の数回だけです。この動画の指示に従いさえすれば、あなたの体は最終的にこの時間帯に起きるのに慣れてきます。数日でそのようになります。そうするともう目覚ましは必要ではなくなるでしょう。ちなみに私は目覚ましは使いません。目覚ましというのは通常睡眠のサイクルの真っ只中にあなたを起こすのです。なのであなたは起きた時に疲労感を感じてしまうのです。コメント欄に目覚ましを設定した時間帯を書き残してください。それではステップ 3に移りましょう。朝の再起動です。明日から朝起きたら2つの とっても重要なことをしなければいけません。1つ目に話す前にあることをお話しさせてください。外日リズムです。外日リズムというのは言ってしまえば体内時計のかっこいい名称のようなものです。この体内時計が睡眠と目覚めのを調整するのです。つまりあなたがいつ疲労感を感じるのか、いつ活力を感じるのかということを調整するのですが、だいたい24時間ごとにのサイクルでこれが発動します。この体内時計というのはある特定のホルモンによって調整されますが、それは体内で自然に作られるホルモンです。動画の目的を達成するために2つの最も重要なものについてお話ししたいと思います。それはコルチゾールとメラトニンです。この2つの生産ですが、これは互いに反対のスケジュールに沿っています。つまりコルチゾールが高い時にメラトニンのレベルが下がるのです。メラトニンレベルが上がる時にコルチゾールレベルが下がるというような働き動きをします。コルチゾールというのはちなみに最もよく知られているのはストレスホルモンとして知られているでしょう。これはあなたの目覚め、覚醒と覚醒を司るホルモンです。あなたが健康的で良い睡眠習慣を持っているのでしているのであれば、コルチゾールは朝に最もレベルが高く、そして一日を通してだんだんと降下していきます。一方メラトニンというのはよく睡眠ホルモンとして知られていますが、これは疲労感を司るホルモンです。あなたはこのメラトニンの働きによって眠りにつき、睡眠を継続して睡眠することができるのです。このメラトニンは夕方に生産され、そして夜中にピークとなり、夜中かけて降下していきます。2つとても重要なことがあります。これはあなたがしなければいけないことですが、起床後にしなければいけないものです。1つ目は日光をどのようにして浴びるかということを考えてほしいのです。なぜなら日光が目や皮膚に目や皮膚が太陽に日光にさらされるとコルチゾールを生産します。コルチゾールは目覚めや活力を感じさせるホルモンです。だからといって外にランニングに出て1時間日光浴をしてくださいというわけではありません。日光というのは外の表面すべてから反射するので、
短い朝の散歩や窓の近くに座るだけで日光の恩恵を受けることができます。2013年に発表された研究、これは睡眠医療のアメリカン研究機関と研究ですが、事務職の人々で窓の近くに座っている事務員たちは約 173% 以上も日光、自然の日光を浴びていたのです。窓の近くではないところにでお仕事をしていた人に比べると、このため彼らは46分以上も平均して長く睡眠時間があったのです。この理由は、日光というのは私たちの体にもっとセロトニンを作るように生産を促すのです。このセロトニンというのはメラトニンの原料となります。つまり日光を朝に浴びることで体にコルチゾールを作らせるだけではなく、正しい時間にコルチゾールを作らせるのではなく、さらにメラトニンを夜に生産させるということをするのです。これによってあなたは早く眠りに落ち、そして質の良い睡眠をとることができるのです。なので どのようにして日光を浴びるか、明日からどのようにして日光を起床後に浴びるかということを書いてください。これはインプラメンテーションインテンション、つまり自己意思の形式で書いてほしいのです。どのようにして書けばというと、例えば X が起きれば私は Y をするというような形式で書いてください。例えば私の場合は朝起きると、つまり X が起きると私はランニングをする、つまり Y をするという感じです。この実行意思の形式でやる目標を書き出す人の 91% が実際に書き出した物事を実行しています。なので下のコメント欄に実行意思を書いてください。